カハネ主義とは、ユダヤ人の政治思想の一つである。アラブ人どもを毒ガス攻撃しろ。ユダヤ防衛同盟と書かれている落書き、アラブどもにしと落書きされている、アラブ人の墓カハネ主義の名は、ラビメールカハネに由来する。メールカハネは、存命時代、イスラエルにおいて、極右政党、カハを創設している。非ユダヤ人から、イスラエル市民権を剥奪する法。 ユダヤ人とヒユダヤ人との婚姻や、性交渉を禁止する法の提出などを目指していた。これが、人種差別的であるとカハネは批判され、カハ党も1985年に成立した反、人種主義法により、議会から締め出された。メイルカハネは1990年に暗殺されるが、メイルカハネの息子であるビニャミンゼーブカハネがカハを、カハネハイと改め、政治活動を行っていた。 カハネ主義とは、カハネの持っていた過激思想のことである。我々は神に選ばれた民であり、我々が滅びなかったのは明白な神との契約があったからだ。我々は異教徒と平等では断じてない。我々は優れているのだというカハネの主張の通り、一種のユダヤ民族至上主義と言い表すこともでき、レイシズムの一種であるとみなされている。カハネ主義者は特に、 アラブ人、イスラム教徒を敵視しており、壁にアラブ人どもを毒ガス攻撃しろ、などと落書きしたり、アラブ人にしよとアラブ人の墓に落書きしたりしている。これらの行為や人種差別的思想からカハネ主義者はネオナチ、ユダヤ過激派とも表現されている。カハネ主義者はユダヤ防衛同盟という組織を1970年代に立ち上げ、現在に至るまで反ユダヤ主義。 反シオニズムとの闘争と称して、テロ事件、暴力沙汰を引き起こしており、恩恵派のユダヤ人団体、名誉毀損防止同盟などから問題視されている。また、イスラエルの治安機関は、ヒズボラ、ハマースなどのイスラーム過激派と共に、ユダヤ過激派をテロ組織とみなし、取り締まりを行っている。カハネ主義は、現在においても、ユダヤ機動部隊のウェブサイトなどで、根強い指示がある。 ありがとうございます。